それでは今回は、B2B マーケットのプレミアムバイヤーというものを登録していきます。で、プレミアムバイヤーというのは、簡単に言いますと、その支払いを遅らせることができる権利をもらえる会員というようなことになります。なので、これを申請して、しっかりとプレミアムバイヤーになることによってですね、一時的に、マイナスになるお金すらなくなるということですね。多少の誤差はありますけども、メルカリから商品を支払メルカリからお金を支払われるのと同時、もしくは、後に、こちらの商品を購入した、まずはお客様に納品した分のですね、商品のお金をまとめて、払うことができるというような素晴らしい、システムになっておりますので、必ず申請をするようにしてください。それではこちらの、ログイン画面ですね、ログイン画面のこのマイページを押していただくと、この画面になります。ここに、プレミアムバイヤー、もしくはこちらって書いてありますので、こちらをクリックしてください。で、この辺もよく読んでおいてください。で、申し込み手続きをするですね。そうするとこのようになります。はい、そしたら、ここで次へを押してください。で、これ同意するですね。で、これも承認すると。ご心配な方は、全て目を通しておいてください。で、ここ登録していきます。ほとんど先ほどのですね、ちゃんとした普通のバイヤーの登録方法と、ほとんど同じなのですけども、またここもちょっと面倒くさいですが、頑張って登録していきましょう。で、まずここですね、全角30文字、全角60文字となってます。で、ここ登録していきましょう。で、ここ本社となっていますけども、これは自宅兼本社なので、自宅で、大丈夫です。これも普通のバイヤーの時の登録と同じですね。で、登記、本社ですね、住所、カタカナと漢字で、次が、代表者の電話番号、これは携帯で大丈夫です。で、その下、書類送付先区分、これは本社ですね、住所、登記って書いてありますけども、これは本社で大丈夫です。で、基本こう必須のもののみで、大丈夫ですので、必須のものだけ入力していきましょう。で、これは設立ですね、27年の、何月何日、これは少し前で大丈夫です。先月とかですね、3週間前とかに設定しておきましょう。で、これは次はですね、営業内容、これはインターネット小売業としていただければと思います。で、次、従業員数1名、これ自分で1人でやるので1名でいいです。で、他パートはいないので0名、これは半角数字ですので気をつけてください。で、ビジネスクレジットご希望限度額と、これは50万円ぐらいにとりあえずはしといておいてください。で、次ですね、ビジネスクレジット口座振込希望金融機関と、これはビジネスクレジットの引き落とされるわけですから、まとめて引き落とされるやつですので、その口座を入力してください。で、次ですね、はい、で、次はこのビジネスクレジット、次はですね、基本情報、これも入力していきます。で、この上、まずは普通の名前のカタカナ、名前の漢字で、次は男性か女性か、生年月日、自宅郵便番号、
自宅住所、自宅住所、自宅住所のカタカナと漢字ですね。基本的にこれクレジットカード会社に申請するので、きっちりとやって書いてください。きっちりと書かないと申請が通らないかもしれませんので、すべてしっかりと書くようにしてください。で、住居区分、住居年数、自宅電話番号、まあ、これも携帯で大丈夫です。で、次年収ですね、まあ、年収、まあ、今の普通の年収を書いていきましょう。で、家族状況、これ配偶者いるかいないかですね。これは人によって違うと思いますので、自分のような感じでやってください。 できましたら次へですね、はい。で、全て登録したと、登録しましたら、これで、申し込みボタンを押します。はい。そうするとですね、ビジネスクレジット、会員をお申し込みありがとうございましたと。で、こう基本的にこう入会審査をしてもらうの で入会審査ですね、入会認証していただきましたら、普通に郵送で紙が届きます。申請書ですね。で、紙が届いたらそれに署名して、捺印して、で、すぐにこちらの会社に返送してください。これ遅くなるとここにも書いてありますけれども、再審査になってまた一からやり直しになっちゃうので、早めにやりましょう。はい。で、なんか書類が来なかったりとかしたらですね、この下のお問い合わせ先に連絡していただければと思います。これで、プレミアムバイヤーの登録方法を終わりにしたいと思います。それでは ありがとうございました。